皆さんどうも、唐揚げ大佐です。伊達さゆり情報局のお時間です。伊達ちゃんも大きくなって、情報が伝わりやすくなった今日この頃、久々の激アツ情報更新となります。それではどうぞ。大きなイベントも終わり、嵐の前の静けさを感じる、伊達さゆ界で話題になっている情報、それは、舞台、真田イレブンにて、トリプルキャストでの出演が決定したというもの。伊達さゆり、初の舞台出演となります。場所、日時は、吉祥寺シアターにて、2023年6月9日から18日までで、詳しい時間は、現在不明となっております。また、伊達さゆりの出演は、6月12日月曜日、13日火曜日、14日水曜日となっております。トリプルキャストですので、別日は他の方が同じ役を演じるのですが、なんと、相田梨花子、吉武千早が演じることも話題です。これに対し Twitter 上では、驚きと喜びの声が上がっております。複数キャストでは、それぞれ違った良さがあるため、複数回の観劇もおすすめです。ちなみに吉祥寺シアターは、キャパ200前後の会場となっているため、かなり間近での観劇が期待される一方、チケット争奪戦も予想されます。観覧希望の方は、劇団アカウントを概要欄に貼っておきますので、フォローしておきましょう。それでは、今回の動画は以上になります。このチャンネルでは、ラブライブ関連のコンテンツを取り上げております。もし動画が良ければ高評価、チャンネル登録をお願いします。それではまた、次回の動画をお楽しみに。